2019年の1月の24日木曜日、朝の5時23分です。ふわっちの通常枠です。
謝るわけいいよ。俺も言いたいこと言ってっから。気にしねえから。それくらいでいなくなるリスナーいらない。そんな裏切ってきたやつは5万と見てきたから。裏切り者はいらない。うん。おかえ。
疲れた。両方ともポンコツだよ。いい加減にしろ。ドポンコツだよ、ドポンコツ。分からねえなら口挟むんじゃねえよ。分かんねえならしゃしゃるな。なんで分かんねえ問題首突っ込んでくんだよ。うぜえな。おはよう。これ分かった？おはよう。ああ、ガチで殴り合ってるからね。
イライラしちゃうんじゃなくて読めるわけないだろって言ってんの。まだ分かってねえみてえだな。繰り返すなよ。一回終わった話を。イライラさせんなよ。読めるわけねえだろ状況的に。バカかよ。考えろよ。わがまますぎんだよ。何こっちが悪いみてえに書いてんだよ。悪いのお前だろうがよ。どう考えたら。ぶり返すなよ。気分悪いな。これ灰皿高円寺で買ったんだよね。でもね、安物だからね、ガラスが取れちゃったんだよね。これいくつかすげえ気に入ってたんだけど、水で洗ったらね、もう粘土の部分、粘土でできてるっぽくて、すげえデザイン綺麗だったのに、水で洗うとね、剥げてきちゃう。粘土でこのガラスが取れてきちゃって、すげえいいデザインなのにもったいないね。耐久性がないんだよね。のりこと高円寺で買ったんだよね。のりこ用の灰皿。いいよね。アイデアはいいんだけど、耐久性がね。東南アジアだからしょうがないけど、ここの部分剥げていっちゃってるんだよね。綺麗なものが好きなんだよね。いいデザインだよね。こういうのすげえかっこいい。もともとはね、このガラスがいっぱい埋め込まれてんの。こういう、これがいっぱいついてたの。この白い部分に、こことかこことかに、これ剥がれちゃってんの。ほら、もったいないでしょ。これ粘土で、多分陶器なんだと思うけど、コーティングはされてなかったんだよ。水で全部粘土が溶けて。惜しいよな。疲れた。バガありがとう。延長代ありがとう。っていうかマジ延長代も払わないで放送見てるやつ、もう放送見る資格ないからどっか行けよマジで。ほんとイライラする。アイテム投げる気はないんだったら他見に行って。いらないからそういうリスナー、マナー違反だから。貧乏なリスナーもほんといらない。ありがとうね。いいね、ありがとう。
アイテムの種類何でもいい。っていうか、あの30分ごとにさ、延長代が50円俺が負担なんだ。で、俺、その、なんだろう、経済的なさ、根拠を求めて放送やってんだ。要は、飯食ってかないといけないんだよ。だから、無課金リスナーがさ、いくら集まってもさ、俺にとってはプラスにならないんだよね。そうそう。何の種類っていうか、まあ、多ければ多いほど嬉しいけどね。でもまあ、貧乏な人もいるから、それはそれで、額とか、しょうがないと思うけど、畳の人とかと絡みたくないんだよね。そう。ここってあくまでその、なんだろう、応援してくれてる人の場所だからさ、そう。無課金がいくら集まったところでぶっちゃけた話何のプラスにもならないから、悪いんだけど他行ってほしいんだよね。あ、投げる気がない人とか投げない人は、あの、見なくていいよ。ああ、いえいえ、違う違う、ボン一人で負担させるのがおかしいんだって。一人で払うんじゃなくて、みんなで払うってやっていかないと。うん、ありがとう、花火ありがとう。サンキュー。ボンばっかりがさ、ずっと払ってさ、すげえ腹立つんだよね。なんか、みんな人ごとでさ。だから、その、なんだろう、投げてる人が損をするっていうか、投げてる人がバカ見んの嫌だから、投げない人いらないんだよな、ほんと。他行けよっていう。見ててさ、恥ずかしいとか思わないのかね、ほんとに。投げる気がないやつとか、ほんと見ないでほしいんだけど。そうだよ、俺これあの配信でもう3年ぐらい飯食ってるから、そう、飯の種なんだよね。なんかたまにね、勘違いしてきて、なんか街中とかで和道さんとかいつも見てますとか言うけど、俺からすると不快でしかないの、あの声かけられても。いや見てるから何なのとか思って、そう、話しかけてくんなよっていう。いや見てますじゃなくて、お前花火投げてないでしょみたいな。だってよく俺に話しかけられんなみたいな、うん、まあ3年目だねその生活で、うん、いやすごくはないけど、そのなんだろう、マナーは守ろうねっていうね。何回言ってもわかんねえんだよ。
ここに移住した時素潜り取ってきた貝から髪の毛出てきたのを相談したら丁寧にコメント返してもらったのすごい印象的です。素潜りした貝から髪の毛出てきた、捨て猫のこと相談したの、覚えてねえな。丁寧っつうか、俺丁寧な人には丁寧だよ、基本対応は。無礼な人には無礼だけど、無礼で返すけど、基本的に礼節持って接してくれる人には礼節持って接してるようにはしてるつもりだけど。それは多分あれでしょ、なあちゃんの人柄なんでしょ。無礼なやつにはとことん無礼で返すから。怒鳴るし。離島での生活なんかいいね、羨ましいな。なんか俺も東京から離れたいな。人は鏡だね。そうだね。だから自分が背が高く見えたり、横太って見えたり、歪んでたり割れてたり、いろんな鏡があるけど、基本的にはあの自分の投げた言葉が返ってくると思ってる。俺も人は鏡だと思う。ただもうなんか湾曲してる鏡とか見たくないからめんどくさいし。九州か。四国結構ありだったんだよね。どこだっけな、高松だっけな。四国結構気に入ったかな。九州ね、あんまり、なんだろう、行ったことないんだよね。なんか、一回だけ、鹿児島行ったことあったかな。滞在したことあんまりないんだよね。ああ、鹿児島火山灰がやばいか。さつま揚げがめちゃめちゃうまかったな。あれ毎日食いてえもんな。何なんだろう、あのうまさ。さつま揚げのめちゃくちゃうまかった。食い物がうまくてのどかにゆったり暮らしてんよな。別になんか日本にいる理由もないんだよな、正直。早く解き放たれたいかな。もっと稼いで、あの今の自由な感じでもっと稼いで、もうほんとなんか転々としたいね。日本にいる理由ねえもんな。すべてから解き放たれたいね。目いっぱい楽しみたいね、本当に。
チビーズって何？チビーズの目標って言われても、そのチビーズっていう単語が初めて聞く単語なんだけど、なんだろう、チビーズっていうのは。知らない単語だな。子供たちの目標ってこと？子供がインドネシアとか行きたいってこと？いいね。こんなところ行きたい。世界中知らないところがないぐらい回りたいよね。全部見てみたい。移住してんだ。え？すげえ生活だな。え？子供が住みたいって言ったところに移住生活してんの。めちゃくちゃかっけえな。すごいね。すげえな、それ。超かっこいい生き方してるね。え、子供がこの町住みたいって言ったらもう住んじゃうの。やば。え、離島に住みたいっつって離島に住んでんの？やば、めちゃくちゃかっこいい。何それ、高橋歩みてえだな。やば、すげえかっこいいね。何それ。いや、もうほんと大人とか敵でしかないよ俺。ほんとそれ。なんか社会とか常識とかも敵でしかない俺にとっては。子供の頃に体験したことはずっと思い出に残る。残るね。すげえな、超気合入ってるね。めちゃくちゃかっこいいな。やば、そんな生き方してる人いるんだ。やば。いや、超かっこいいじゃん。最高の生き方でしょ、それ。いや、すげえわ、それ。最高のお母さんだね。やば。超かっけえな。いいな。へえ。めちゃくちゃかっけえな。いいな。そういうお母さんいいな。すっげえなんか物差しのでかい子供だろうね。いや、めちゃくちゃ物差しの広い子供になると思うよ、多分。チビーズになりてえもん俺。
まあ誰も責任なんか取ってくんないよ。俺ら星屑に帰るだけだから。人間が偉そうに自分が一番偉いと思ってるくだらねえ人間たちが自分が偉いと思ってるから人の生き方を傘にこうはめようつんだよ、肩にはめようつんだよ。あんな奴らの言うこと聞かなくていいよ。自分が何やってるかも分かってねえんだから。あいつら人の生き方に口出すようなやつは超かっこいいよ。なあちゃん、なあちゃんの生き方を全面的に支持するわ俺。周りからの評価なんかクソくらいだよ本当。超かっこいいわ。やば。いや超かっこいいと思う本当に。すげえかっこいい。さらっと出た単語が意味が分かんなかったけど、何言ってんだこいつと思ったけど、チビーズが目標がエジプトがって言い始めて、何言ってんだこいつって、またお薬さんかと思ったけど、ただの気違いだったって。本物の気違いお母さんだった。ぶっ飛んでるだけだったっていう。めちゃくちゃかっこいいでしょ。やりたいは言えるけど、やってるは言えないかんね。やってるはすげえかっこいい。いいな。やりたいとかは言えるんだよ、誰でも。やってるっていうのが最高にかっこいいよね。いや、うちお薬さんばっかりだから。またお薬さん増えたのかなと思ったら、ダメだね。でもあんまりお薬さんって言うとのりこが傷つくからやめないとな。のんちゃん夢でうなされてたかんな。お薬さんでごめんね、喋れなくてごめんねって俺に謝ってたからね。もう泣きそうになったよ俺本当に。うわー、なんかのりこが傷ついてる。のりこめっちゃ傷ついてるわと思って。ダサいやつ多すぎるんだよね。なんか働けとか超くだらねえコメントだとか思うもん。どんだけダセえんだこいつとか思って。働けってどんだけダセえ生き方したらそんなこと言えんだろう。超くだらないよね。俺人に働けとか言ったことないよ、ダサすぎて。てか人の生き方にまずケチつけんじゃねえよゴミがって思うよね。トロールに来なくていいよ、初見。消えろ。本当にやりたいことで稼ぐのがいい。俺はね、やりたいことで稼ぐすらも超越したいと思ってて、もうずっと言ってんだが、俺はもう遊ぶだけだからっつって、もう遊んでるだけで、ただそれだけで生きてるだけだからって。もう俺最初配信で稼ぎ始めて最初の半年ぐらい、俺プロだからって言い始めたの。俺15万以上稼いで生活立てられるからプロ名乗るわって言ってたけど、仕事をこれにしたわって言ったんだけど、それすらもダセえと思って。もうなんかそうすると今度別のやりたいことができなくなるんだよ。配信が囚われるの、これで稼がなきゃって。だからもう遊ぶだけ遊んで稼ごうと思ってるね。遊ぶだけ遊んで、もう楽しむだけ楽しんで、それで勝手にお金が生まれる生き方しようと思って。もう本当に働くとかね、いい。あ、気持ち悪い。そういうコメント他でやって。
世の中にはロックな人がいるんだな。クロームみたいじゃないと日本はめっちゃ、いや、あのね、右向け右なんだよね。他人と同じじゃないと不安でしょうがない。農民だから、俺は悪いけど農民の血流れてないからさ、侍だから分かんないんだよな、こいつらの考えてることが。おはようそうそう、キラキラしてニコニコして笑って、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやればいい。それ以外やんなきゃいい。一回きりの人生を楽しもう。俺は悪いことをしたのは事実だよ。俺は悪いことをしたの、過去に。でも過去は変えらんないんだよね。でもね、クモンね、俺は罪を償った人を叩いたりしないから。罪を償った人を石を投げるのはこいつらだから、俺はそれは自分のことじゃないと思ってるから、ほっといていいよ。俺は確かに悪いことをした。でも俺は罪を償った人間とか反省をしてる人間にむやみに攻撃したり、ましてや自分が被害者じゃないのに攻撃したりとかしないから、ほっといていいよ。言わせておけばいい、こんなのひがみで言ってるだけだから。言わせておきな。そういう生き方しかできないんだよこいつら。かわいそうなやつらなんだ。他人と過去は変えられないかんね。他人と過去は変えられない。変えられるのは自分と未来だけなの。で、自分を変えようとしないやつが他人を叩く。俺は自分のことにしか興味ない。おはよう、わだっち。朝早くね？それとも朝まで飲んでたパターンか。どう？調子は。自分で書いたコメント消すような生き方はしたくねえな。撤回するなら発言するなよな。ネットでも言いたいこと言えねえのかよって。朝早いんだ。今日10キロ走ったよ。寝れねえからロードワーク行ってきた。夜も今日初めて10キロ走ったよ。おじいさんの朝は早いっていうかね。いや、できないんだと思うよ。
わからない。関わりたくないんだけどね。湧いてくるんだよね、ネットって、こういうのが。関わってこなきゃいいんだけどね。不安なの、不安だよ。不安、不安。怖いよ。いや、6ヶ月前なのに怖いよ。プルプル震えて寝れない。ダッチボクシング好きじゃん。なんか練習試合とかやったことある？練習試合とかでもいいんだけど、すげえ怖いよ。相手が弱いって分かってても怖いよ。やったことある？リングで殴り合ったことある？すげえ怖いよ。ダサいけどね、怖いもんは怖いんだからしょうがないじゃんね。いや、俺の対戦相手が弱いっていう問題じゃなくて、弱いって分かってる人と練習試合でもリングでスパーリングやるのが怖いよっていう。人前ではない。でも練習試合とかでも怖くない？スパーとかでも。このスパーの経験あるわけでしょ。怖くね？あれと一緒だよ。対戦相手弱いっつうか俺自身が弱いかんね。2回負けてるからね。人のこと弱いって言えるような感じではないね、俺は。わかるっしょ、スパーやるときのあのパク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 心臓が高鳴る感じ、あの感覚。毎日もう今日もまた血便出た。もうやっと治ったと思ったら血便出たからね。もうやだよこの生活。この生活っていうか俺の生き方がやだ。もうつうか考え方つうかメンタルの弱さがやだ。強くなりたい。じゃない。シビーズ浜に走りに行く。行ってらっしゃい。素敵なお母さん、行ってらっしゃい。じゃなくてね、鮮血でね、真っ赤に染まるんだよね。じはないかな。切れ字はたまにあるけど、切れ字だったらすぐわかる。ヒリヒリするから。ストレスだね。向いてないんだろうね、多分配信っていうのが。わかんない。内需なのかどうかわかんないけど。多分俺はこの世界向いてないんだと思うよ。もともと。ネット社会のこういう人をバカにする文化とかあんま好きじゃねえし。もともとやるべきじゃなかったんだよ。病院、俺ね、金が稼げてないのもあるし、だらしねえのもあって、保険証の払えてないんだよ。だから俺保険証持ってなくてさ、病院歯医者とかも行きたいんだけど病院行けなくて、今年の目標なんだよね、健康保険証手に入れるのが。超ギリギリだから情けないよね。33にもなって保険証持ってねえんだから。なんかあった時のために保険証は持っておきたいよね。いやー、俺はもう閲覧数とかどうでもいいよ本当に。なんかもう縛られたくないよ、こんな高々数字に。誰が見てても応援してくんなかったら意味ないかんね。嫌われてるだけじゃん。
応援してるくれる人が一人でも増えるんだったらいいけど、その数字には意味があるかもしんないけど、こんな俺のこと嫌いなやつが100人も集まってたって何の意味もないよ。だから嫌われ指数でしょこんなの。それだったら30人とかで応援されてる人の方がよっぽど価値があるよ。俺はそう思うよ。みんなもそう思わない？そんなん俺のこと応援してくれてるの3人か4人ぐらいだもん、こん中にいんの。あとは暇だから見てるとか、冷やかしで見てるとか、俺のこと嫌いだから見てるだけでしょ。こんな数字に何の意味もないよ。じゃあその数少ない3人か4人に入ってるんだよ嫌いだったらアイテム投げないもんね。好きだからアイテム、応援したいと思ってくれてるからアイテム投げてるわけじゃん、うん、そうそうそう、応援してくれてる人がいたらすげえ自然体で肩の力抜いてやりたいこと集中できるけど、敵が増えたところで面白くないからね。俺だからこんな数字に4人ぐらいだよ本当に。4人だけでいいもん、他いらないよ。俺の不幸を願ってる130人なんかどうでもいいよ。いいね、ありがとう。アイテムありがとうね。延長代にします。ありがとう。いやでもやっぱスパーリング、いやスパーリングと一緒だよ基本的に。相手とさ真剣に向き合うわけじゃん、もうお互い怪我するっていう可能性の中でさ。だからそのお互い怪我しないようにと、その技術を高め合うっていう、本当にリングの上ではリスペクトが必要なわけじゃん。だって相手怪我さ、スパーリングで怪我させちゃいけないっていうのはさ、わだちだったらボクシング大好きだから絶対知ってるだろうし、でも手抜いたら失礼だから、その真剣にその相手と自分の技術を高め合うっていう感じじゃん。真面目にやってるわけじゃん。やっぱり緊張するでしょ。それを今度はさ、試合の場合はさ、絶対その大怪我させるわけじゃん今度は。逆にだから怪我しないように、そのしないようにも しないといけないし、っていうかそれだったから俺は勝てなかったんだけど、自分のこと守るのに必死でその勝ちに行ってなかった。いや本当は相手を殺す気でやらないといけないんだよね。それが足りなかったから俺は負けたんだと思うけど。
まあ、まあ分かんないけど、勝つ感覚は。でもやっぱり怖いよね。いや、まだ。何回やっても怖いよ。敵がどんどんでかくなるよね。ボクシングジム通いてえな。このままだと負けるよ、ほんと。いくら走ったって技術練習がしたい、しっかり。ジム通えるようにしないとな。いや、死ぬかもしれないっていうのと、やっぱり負けるかもしれないっていう、怪我するかもしれないっていうのじゃ、バンジージャンプみたいなもんでしょ。あと自分が弱いからでしょ。強い人は多分ならないと思うよ。試合前怖くならないでしょ。だって勝つの分かってんだから、強い人は。自分が勝つって分かってるから。弱いから恐怖心があるんでしょ。お疲れ、明け。明けましておめでとう。現場放送良かった。そうかな。胃が痛い。
もう負けたら次ないからね。もう、わかるんだよ、感覚で。その、もう最後だなっていう。気持ち的にも、その、タイミング的にも、もう、その、格闘技やるのは、もう間違いなく最後だから、便所さんも捨て頃終わるわけだし、もうやらないって言ってるわけだし、だったら俺が格闘技やる動機もないわけだし。で、相手も同じ気持ちでしょ？まあ年齢とか身長とか体重とかキャリアとかいろんなね、要件はあるかもしれないけど、やることは殴り合うわけだからさ。勝つか負けるかさ。あー、もう本当にね、去年の末ぐらいからね、もう本当メンタルと体調悪くて、あ、もうなんかね、俺ね、ノリコにね、ぶっちゃけた話ね、何回か言ってんだよね。俺、ポッと行くかもしんないって。そう。だから、覚悟はしといてっていう。体調が悪すぎるんだよ、本当に。あのね、半年前の写真と見比べて、クマがすごいのよ。顔のシワと。一気に老け込んでるの。で、いくら寝ても疲れが取れなくなってんの。血便も多いし、吐血も2回ぐらいして、去年3回ぐらい後半と血便してるし、やっと治ったと思ったら今日また血便垂れ流してるし、どっか悪いのかもね。白斑は広がってるし。おはよう。まあいいよ。楽しかったから。死んでも後悔ないし。やることやったし。アンチが喜んでちょうどいいんじゃない？未練はない。とりあえず保険証払ってないから無理。全額負担とかとても払えるような生活してないもん。とりあえず保険証を手に入れないとね。そしたら一回落ち着いたら健康診断かなんか受けた方がいいかもね。おかしいよね、このクマとか。ここ半年ぐらいずっとこのクマ抜けないんだよね。わかんない。分割でいけるかどうかわかんない。まあ、とりあえずね、今まで払ってない分も払わないといけないし。まあ、ツケが回ってきたんじゃ。まあ、てめえで選んだ生き方なんだから、しょうがないよな。誰のせいでもない。いいんだよ、死ねば。別に生きてたっていいんだから。死ぬときは死ぬよ。いい？気が向いたら取るから。もう医者嫌いなんだよね。
有吉さんかっこいいよね。有吉さんマジですげえと思う。あの人の人生、あんだけスターダムにバンって若手で行ってトップオブトップまで取って、どん底に仕事がないところまで落とされても芸人辞めなかったっていうのがめちゃくちゃかっこいいと思って、すげえなっていう。売れたのもすごいんだけど、やめねえってすげえなっていう。俺すげえと思う。かっこいいよね。どういう、だって億稼いだわけじゃん、あの時、電波少年の時。でも日本中からチヤホヤされてたけど、逆を言えば苦しい時って顔が割れてるわけじゃん。顔が割れてて、あ、最近あれこんなところでバイトしてんのっていうのを耐えたわけでしょ。何十年、20年ぐらい。めちゃくちゃかっこいいよね。いいよな。いや、かっこいいよね。寝てない。寝てないから走ってきた。強いね。かっこいい。かっこいいな。まあこれ一ファンとしての意見なんだけど、ただのファンなんだけど、ラジオが面白いラジオがクソほど面白い。もうあいつこんなこと言ってました、大好きだもんな。あれは神ラジオでしょ。有吉のラジオ聞いてた？めちゃくちゃ面白くない？あいつこんなこと言ってました。町の賢者ベッキーいじりがひどすぎるんだよ。めちゃくちゃ面白いよねゲスナー、ゲスナー最高に面白いし、ゲスナーに憧れるもんな。有吉さんのラジオめっちゃ好きだわ。
や、どうもしてない。楽しんでる時に割って入ってくんじゃねえよ、つまんねえやつが。すげえ不快なんだよね。なんか仲いいリスナーと普通に楽しい会話してる時に、なんか別に仲良くないとか嫌いなやつが割って入ってくるとすげえ気分悪いんだよな。しゃしゃってくんじゃねえよ本当に。お前どっか行け、消えろ。不快だわ。
知らない。絡みないもん。なんでそれを俺に言うの？リスナーさんがどこで何やってんのかなんか知らないよ俺。シャバに出たも何も刑務所にいるの知らないんだけど。なんでそれを俺に言うの？仲良くないよ別に。2回しか会ったことないもん。仲良くないよ。雑誌の連載のお仕事の話でお話がしたいって言われたから、放送回していいんだったら行けますよって言って、でナックルズの連載が始まるからライターやってくれませんかって言われたから、いいですよって言われて、それだけだ。あとはドレさんのオフ会に一緒に行ったぐらいかな。それ以外の関わりないよ俺。ナックルズの連載って言われたよ。あー、ふわっちゃんアイテム減ってるよね。13万か。まあもう終わりなんじゃないの。なんか俺ももうふわっちはもう終わりだろうなっていうか、去年がピークかなっていうのが思ってるところかな。なんかあんまりワクワクしないよね。なんかまあまあ、俺もなんかそれは如実に感じてるかな。もう1日2000円とか3000円とかそんな感じだから、やってて意味あんのかなっていう。なんか自問自答しながらやってるかな。
まあ、稼いでる人は稼いでるからいいんだろうけど、まあ慎吾さんも辞めるだろうね。金梅さんとか辞めたタイミングが賢かったよね。やっぱり正直ね、支援しようっていう人よりもなんかね、なんかまあまああんまり楽しくないかな正直。なんか応援してくれる人が全然いなくなって面白くなくなったね。まあ、特にね、慎吾さんとかほら100万200万稼ぐのが何ヶ月もあったからよかったろうけど、俺とか生活かかってるからさ、まあ辛いよね今の状況は。まあまあ実力なんだろうね。実力がないからこうなってるから受け入れるしかないよね。まあ他行ってうまく当たったらいいなとは思ってるけど、応援してくれる人全然いないよ今。俺は去年がピークだと思う。まあ終わりだろうね。まあでもなんかおっぱいたちが稼いでるからいいんじゃないの。俺ら別にただのほらなんだろう、クズニートだから。まあいい思いさせてもらったよ2年間。あ、おっぱいたちが稼げばいいんでしょ。おっぱいとクンニが。俺売春婦みたいなことできないからプライド高すぎてゴミだから。まあそれくらいだろうね。ビタビタに俺の計算と合ってるね俺の計算とビッタビタに合ってるねそれ多分情報正しい。ビッタビタに計算が合ってる。ビッタビタ。ああいうのもやんないと思うよ多分。まあでもね、稼いだ人は稼いだ人で税金とか大変だろうし、俺みたいに中途半端に稼げるか稼げないかぐらいの税金額も低いから苦労も低いんだろうな。アイラとか大変だと思うよ。テルとか。まあ貧乏人は貧乏人の苦しさだけど、金持ちには金持ちのね辛さがあるんでしょ。稼げない辛さと稼ぎすぎた辛さ。まあ、あかんねえ。金持ちのことは俺には関係ないから。俺稼いだことないから。俺に言われてもわからないよ。俺は日当2000円の男だからさ。B
リンゴさん日当2000ジャヤ人にもならないぞ。そうだね、延長料金が700円だから1300円ぐらいじゃない日当。でももういいやと思って、もうなんか花火ください花火くださいって言わないと花火上がんないのもうバカバカしくなったから、もうなんかやけくそだよね本当に。なんかもう俺がくださいって言ったらくれるんだよ。だからもうそういうのがバカバカしくなっちゃって、もうなんかそれ乞食みたいなもんで、本当にリスさんの言う通りで、なんか本当に配信が面白くて応援したいとかチップとかそういう感覚のリスナーしかいらないって思ってさ、だからもうくださいっていうのもバカバカしくなったから、もういいよ自滅するよ俺。楽しかったよ、なんかバカバカしいよ本当。純粋に応援してくれる人なんかごく一部だから。タダミとかさ、あの泥棒とか俺の不幸願ってるやつばっかりじゃん。いいよもう、やけくそだよやけくそ。もうそのつもりで捨て頃も最後だと思って、人気も落ちるだろうし稼げなくなってもう食えなくなるの分かってたから。リンゴさんアイテム投げるやつがみんなにツイキャスに出ていったから。そうだね、孤独資産貴様は詐欺の前科者だから将来は生ポカ刑務所行き。腹減った、貴様は目が壊れてるのは貴様の先祖が悪ことをしたたたりだよ。歯抜けでしゃくれシャークさんは、どうさんは捨て頃誰と戦うのですか。ポンさん知らぬ間に寝ちゃってたわらわらわら。格闘技の対戦相手はみやびくんです。アリリンさん働いてるの？歯抜けでしゃくれシャークさんありがとうございます。みやびに殴られるアンアンアーの障害者になり、来年から障害年金と生ポ人生の写真編貴様にぴったり。リンゴさん金映えもアイテム減って放送しなくなった。まあね、やる意味ないかんね。だってフワッチやるのってアイテム飛ぶからやるわけじゃん。アイテム飛ばなくなったフワッチとかやる意味ないでしょ。強引強護さん家賃いくらなのそこ。6万。
歯抜けでしゃくれ、シャークさんは父さんかと戦うということは強くなったんですね。リンゴさんへ、じゃなんで他のサイトに行かないの？やってるよ。閲覧が伸びてないだけでツイキャス始めてるよ。ただ伸びてない。もうやってるよ、去年の末から。ベルビンさん、ゲーム配信で稼ぐのって何パーセントくらいの人？石川は安だけで年収2000万だって。これこれは8000万。すげえ。パリリンさん、ふてねしちやたよ。リンゴさんでもクズでも勝ち上がれる可能性があるという意味では配信ってドリームじゃね。いや、働いた方がいいと思うよ。配信やってみればわかるよ、そんな甘くない。リンゴさん、石川やこれこれみたいにいっぱい企画したら。
わたぱんさん監督おはよ。
後3時9に150窓か労働基準法に違反するな M。
ガンさんはサンガで配信とか珍しいですね。さあ兄さん、映画まだか？
子さんアイテムなさすぎてふてねとか。
も陰京吾さん iPhone1 台で映画。みかんさん延長してないのか残念。みかんさんお疲れ様でした。みかんさん、このコメントは除去されました。みかんさん、私もしこって寝ます。